はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、aupay たぬきの大恩返しで au スマートパスプレミアムがかなりお得に、ローソン333円クーポンの獲得方法やお得な登録方法について解説ということで、今回は aupay、そして au のスマートパスプレミアムについてお伝えします。この動画では au ユーザー以外でもお得な au のスマートパスプレミアムの魅力をお伝えして、もしですね、初めて利用される方はですね、絶好のタイミングですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。 それとも。 行ってみましょうということで冒頭でお伝えした今回のお題でもある au のスマートパスプレミアムなんですけどもこちらですね今現在 au ユーザー以外でも登録ができましてなおかつお得ということでございますちなみにですねこちら有料となっておりまして月額税込548円かかるんですけども僕はまだ登録したことないので初回だけ30日間無料というようなキャンペーンも行われておりますで早速ですねこの au のスマートパスプレミアムがどれぐらいお得なのかどういった特典があるのかざっくりと3つにまとめまし まず1つ目は auPAY マーケットで使える毎月1回1000円クーポンということで。 まあ、a u p a ーマーケットというのはね、au が提供する EC サイト、まあ、楽天でいう楽天市場みたいなものなんですけども、毎月1回ですね、なんと1000円分のクーポンがもらえるんですよね。まあ、この時点で正直、月額の548円分はもう元を取れるんじゃないかなと思います。で、実際にそのページがこちらなんですけども、今そのキャンペーン中みたいな感じで、実施期間が6月1日から9月30日まで予定しているということでございます。今、au のスマートパスプレミアムに新規入会したら、a u ペ a y ー a r k で使える1000円引き、1000円オフのクーポンがもらえる もらえるとということで、ございますでそのクーポンなんですけども、基本的には aupay ー,ーケットのみで利用することができて、不要日から30日間利用することができます。で、しっかりとね、このページには、クーポンの取得方法というのがしっかりと記載されてますので、もし利用される際は、こういった方法でね、1000円分のクーポンをゲットしてみてください。で、次2つ目なんですけども、音楽、映画、書籍が使い放題ということで、まあ、こちらのね、au のスマートパスプレミアムに入会したら、このアプリをインストールすることができます。これ僕 iPhone の画面なんですけども、au のスマートパス っていうアプリをインストールすることができるんですけども実際にですねインストールするとご覧のようなページが出てきます au のスマートパスプレミアムということでまちょっとねもろもろ著作権の関係もあるのでまちょっとタップしたらいろいろ出てくるんですけども映像見放題とか音楽聴き放題雑誌読み放題とかお得な電子書籍とかまあいろんなジャンルでねま数は結構限られてるところではあるんですけどもまもしねご自身の趣味でヒットするものがあればこういったところで見ることができますそして3つ目なんですけどもこちらサントローの人クーポンということで結構ですねこの au のスマートパスプレミアムはこのサンタナの日がまあまあ暑くてですねまあ一つだけちょっとピックアップをさせていただくとこちらの au のスマートパスプレミアム会議なら最大ポンタポイントが3%還元ということでこれ au ペンのふるさと納税の時ですねまあそういった特典があったりとか先ほどお伝えしたクーポンなんですけども今だとこちらミスタードーナツの割引クーポン100円オフのクーポンが使えたりとかしかもね毎週1回もらえちゃうんですよねプラスローソンで使える割引クーポン毎週1回使える50円オフのクーポンが もらえたりできますなのでね先ほどお伝えした au ペンマーケットのクーポンを含めてクーポンも結構もらえますしサントロの日は結構暑いっていう感じでございますでこれだけじゃなくて今回僕がね動画でアップした理由はここなんですよねさらに今登録すると結構暑くてそれがまあタイトルにもあったようにこの狸の大恩返し夏と組み合わせたらまあ暑いんですよその一つ目がまあ、先日動画でもアップさせていただきましたデリバリーテイクアウトアプリのメニューというのがあるんですがあのいわゆるその Uber みたいななもものなんですけども今使うと aupay で決済したら最大で10%還元のポンタポイントの還元を受けることができるんですけども今回この au のスマートパスプレミアム会員になった場合ですねさらに10%上乗せされて最大20%分の恩恵を受けることができますかつねちょっと先日動画でも紹介したんですけども僕の招待コードを登録した場合はさらにそこからクーポンとかがもらえたりするのでそれと組み合わせればねまあ今ね結構外が暑いのでデリバリーとか使いたい方はこのタイミングでねメニューっていう サービスを使ってみるのも結構ありかなと思いますで、さらにもう一つ熱いのはここなんですよ。ローソンなんですよね。今回ね、タヌキの大恩返しのキャンペーンで、ローソンで au ペー決済したら最大10%還元を受けることができるんですけども、ここなんですよね。au のスマートパスプレミアムの方であれば、なんと、ローソンで使える333円分のクーポンをもらうことができます。しかも、これ1回だけ333円分のクーポンがもらえるんじゃなくて、いわゆるそのサンタローに日にもらえるっていう感じなので、合計4回もらうことができるんですよね。7月の23 8月3日8月13 8月23っていう感じなのでもしこのタイミングで入会されていれば333円分のクーポンかけることの4なので1332円分ねお得になるということでございますしかもね僕は今回まあ初めて登録をするので初回登録無料になるんですよねなのでもうただでこの1332円分がもらえるということでございますまあ普通に有料会員となったとしてもまあまあそれでもお得かなと思いますね一応取得利用期間ということでまあ23日から25日 5日までの間に取得してその間に使ってくださいということでございますんでまあ本当ね付与されたらすぐに使うぐらいが一番ベストだと思いますでしかも今回ね僕が動画をアップしてるのがこの7月23日ということでこの時のタイミングで僕は au のスマートパスプレミアム会員となりましたで実際にどんな風な画面線になっているのか見ていただきたいんですけどもこちらの画面はすでに僕は au のスマートパスプレミアムの状態になっている画面でございますで後ほどですねこの au のスマートパスプレミアムのお得な登録方法も書 解説しますのでそちらもぜひ見ていただければと思いますで早速ですねこの画面からどこからクーポンをもらえるのかっていうことなんですけどももう分かりやすいようにここですねローソンで使える333円分のクーポンを配布中っていうところがあるのでここをタップするとご覧のような先ほどと同じようなページが出てきますでこの画面からですね下に下がっていただくとこの333円クーポンはこちらというところがあるのでここをタップするとクーポン取得画面が出てきましてこの画面からお気に入りに追加するっていうところをタップしますそしたらですね 引き入りに追加しましたということでハートマークが入りました今度はですね au ペンのトップページに戻ったらお会計の際に真ん中下のコード支払いというところがあるのでここをタップすると思うんですけどもそしたらここにバーコードが出てきましてさらにここにですね クーポンの欄が出てきます。で、ちょっとですね、画面はこの中に入ってないんですけども、このサンタラの日以外のクーポンで以外にも、今現在先着にはなるんですけども、サーティワンとかココスとかスシローとか KFC 赤ちゃん本舗とかスポーツデビュー、そういったところのクーポンもですね、ございますんで、まあ今回のね、キャンペーンと合わせて使ってみても結構お得なのかなと思います。で、今回わかりやすくサンタウの日のこの333円分のクーポンをですね、タップして、で、このクーポンをですね、使いますかと出てくるので、真ん中下のクーポンを利用するをタップします。 その状態でお会計をしたらご覧のような画面になります。割引333円マイナス、請求額が356円ということで、23円分 aupay で決済したということでございます。ちなみに僕が今回購入した商品はこれらですね。最近ハマってるこの枝豆チップス。これ結構美味しいんですよ。で、初めて買ったんですけども、このシチリアレモンのアーモンドチョコレート。これまあまあ美味しかったですね。爽やかなアーモンドチョコレートって感じで。で、今回ですね、このコーヒーの S サイズ、アイスコーヒーの S サイズなんですけども、今ローソンちょっとしたキャンペーンやっておりまして、先着40万 マイ限定にはなるんですけどもなんとマチカフェコーヒー S サイズなんですけど一杯無料の控会金をもらうことができますこれですねローソンアプリからログインしてポイントカードを連携したらですね無料でもらうことができますまあ、ちょっと先着にはなるのでこの動画をアップしてる頃にはあるのかどうかわかんないんですけどもぜひですねこの動画を見られたタイミングでぜひローソンアプリもチェックしてみてくださいそれでは一旦ですね a のスマートパスプレミアムのまとめをすると今現在月額は税込みで548円で初回加入であれば30日間が無料でございます you <laughs> で、特典はいろいろあるんですけども、aupay market の1000円オフのクーポンであったりとか、音楽、映画、書籍が使い放題、そしてイサンタロの日がお得であったりとか、またローソンとかミスタードーナツのクーポンもらえたりできます。でですね、注意点としたらやっぱりこれサブスクになるので、月額制のものになるんで、利用しなくなったらですね、解約も忘れずにお願いします。僕は今回この30日間無料をうまく使いたいので、ちょうどね、特に使う理由がなければ、30日後にちょうどまあ解約する予定ではあります。まあ今現在はですね。ですけどもちょっ ちょっとねお得感を感じたらまだまだこのスマートパスプレミアムの状態になるかもしれませんこれに関してはご自身の判断でお願いしますで今回のですねこの au のスマートパスプレミアムお得な登録方法ということで先ほどちょっとお伝えしかけたことにはなるんですがそうなんですよやっぱりですねポイントサイト経由で登録するのがやっぱりお得なんですよね でですね、こちら、どことくっていうね、今現在リアルタイムでどのポイントサイトが au のスマートパスプレミアムを登録したらお得なのかっていう風にずらりと見たらですね、まあ基本的に同じ金額でした。もう200円で、だいたいね、知ってるようなところがずらりと出てきましたので、ご自身が好きなね、とポイントサイトを使って登録していただいて結構です。ですけども、今回ですね、僕はこの一番上に出てったライフメディアっていうところですね、今回使わさせていただきました。まあちょくちょくちょっと気になってたこのライフメディアというポイントサイトなんですけども、元々 このニフティっていう会社が提供するポイントサイトでございます。まあ、調べればね、結構歴史の長いポイントサイトの一つにはなるので、まあ、信頼度はかなり高いポイントサイトになります。まあ、結構ね、ツイッターとかでもたくさんの方がまあ使われてたので、まあ、僕もね、その波に乗って今回初めて登録をさせていただきまして、まあ、ゆずひこさん100ポイントということで、まあ、これからね、うまく使っていこうかと思うんですけども、今回この au のスマートパスプレミアムをライフメディア経由で登録する場合は、 真ん中下の検索というバーがありますので、ここをタップします。そしたら検索することができますんで、ここで僕の場合は au という風に入力をして、このまま検索をかけました。そしたらですね、au に関することがたくさん出てくるんですけども、ここに aupaymarket smartpass premium というところが出てくるので、ここをタップします。これスマホ限定となってますんで気をつけてください。で、今度はですね、aupaymarket smartpass premium の登録画面が出てくるんですけども、ここで一つ注意点としたらですね、もうすぐにこのままポイントゲットで進んでもらってもいいんですけども、 必ずで、すすねここううういいいいいいっっっったたポイント獲得条条件件ををししかかかかりりととと読読んんんででおてててくだださいちゃんとこれがご自身ののに該当るどあとちょっと下の方に下がっていただくと、iPhone の場合は、このサイト越えトレッキングを防ぐっていうところがオフにしてからご利用くださいっていう、ここもね、気をつけていただいたりとか、まあ、条件、応募対象者、NG の条件、まあ、こういったこともしっかりと読んでいただくと。で、読んでいただいた後に、このポイントゲットの順番でしっかり入ってください。せっかくね、ポイントサイト経由をする上で、 ポイント入ななかったら意味がないので、そこここはねこういいったたページをを読んでいただくことを随時推奨しておりますで実際にここをですね、タップしたら、先ほど僕が見てたこの au のスマートパスプレミアムの画面が出てくるので、この画面に下に下がっていただくと au スマートパスプレミアムに入会するをタップします。そしたらですね、画面を進んでっていただいて、規約に同意して無料で始めるというところがあるので、ここをタップして、まあ、支払い方法とか諸々も入力をしたらですね、これで登録が完了というような流れになります。 登録はほんと3分ぐらいで終わりましたね。ちなみにですね、今回ライフメディア経由を行ったので、ライフメディアをご利用確認しましたということで、なんとですね、使ったらこういった通知のメールが来るので、あ、ここは結構ね、ポイントサイトを経由したかどうかっていうのがわかるので、まあ、ちょっとここも安心する一つのとこではありますよね。ちなみにですね、僕の招待 URL が概要欄にあるんですけども、これら条件を満たすことで、最大で2500円分のポイントをもらうことができます。まず登録した時点で100円分。そして、5000ポイント以上ですね、5000以上 案件をこなしたら2000円分のポイントがもらえて、9月7日までにポイント交換をしたら400ポイント400円分がもらえるんでまあちょっとね。期間は結構キツキツにはなるんですけども。もし2500円相当分を狙う方はですね。こういった方法もぜひ試してみてください。ま、そんなこんなで、今回は au pay の au スマートパスプレミアムについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。ま、結構ね。この au のスマートパスプレミアムについては前々くらいからもうすごい気になってはいたんですけども、なんかこうまとめるタイミングってほん全然なかった。な という,ふうに思ったんですよねですけども、今回はこのローソンのキャンペーンが結構熱かったのと、まあ、僕も結構ね、時間がない時はテイクアウトデリバリーとかまあ使うことが多いので、先ほどお伝えしたメニューとかもですね、今後もちょくちょくですね、期間中使っていこうかなと思っております。まあ、他にも au のスマートパスプレミアムはこういった方法がお得ですよとか、こういった使い方がいいですよっていうようなアドバイスのコメントがあれば、ぜひコメントいただければと思います。で、先ほどお伝えしたポイントサイト、ライフメディアの登録、窓の方いらっしゃいましたら、こちらも概要欄にリンク貼っておきますんで、詳細、ね、気になる方 いらっしゃったらチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました